普通に結構が長いからめっちゃ耐えれるために、普通にそんな理由しかいない。ああ、まあ、なるほ普通にど。出力が良かったら、まあ、俺もそれ、あれは選択だで、正直相手が頑張んだったら、あれ、スキルクール、あれ、行かないんだし、強いも、行くんだし。それは選択なんだよ。相手が少し頑張んだったら。ああ、正まあ直、そうだよユリアね。みたいなもの出たら、ああ、クソがと思って。まあ確かに。ああ、と思って、あれ、さっきに近かった。普通に、こいつちょっと、ビットで、普通に、こいつ、ビクトルはサイルス相手するにいいよ。で、いいよ。一回も、E に当たったら、ほとんど P 半分飛んじゃうからさ。いいよ。てかめっちゃまあ、気いいになわ。るんだけどさ。何が？これって本垢か？本垢か？そのメインのやつ？アカウント。メインのやつ？俺の？そう。セット？あ、いや、なんて言っていいかな。こう、アカウントをさ、複数持ってる人いるじゃん。LOL の。なんだろう、ここで言うヒップソディっていうのが、いや、違う。サブ？他のものはない。まあ、あいるんだけど、ー。うん。10レベル？ 13 レベルくらい。ああ、じゃあ多分、頭がいいんだ。いや、俺はさ、韓国人だよ。なんで韓国人だとなんか違うの？いや、ごめん、これ、なんか、わかんない。人種差別みたいになっちゃうと嫌だから、こう、わかんないんだそけうじゃど。なくて、もしよかったら、普通に韓国サブ行ってみろよ。なんで？あそこはね、地獄なんだよ、地獄。ね、レベルが高すぎるってこと？違うよ、普通に。俺が行ったらね、今50レベルくらい、韓国の50レベルくらいの出力なんだよ、俺は今。ほう。あ、もう違うんだ、レベルが。全然違う。俺、ここでミッドサポート、ミッドトップ行くんだし、韓国サポートなら俺サポートなんだよ、サポート。そんな場所なんだ。そんな場所で始めて、ここで出てんだよ。ああ、で、こっち来たんだ。来なきゃならない。韓国で多分30レベルくらいは、やったんだから、こうしかね、ならねえよ、マジで。こうしのは、ああ、なる当時なんほど。だよ。ああ、だから日本サーバーにその、他の国の人が来たりするんだ。なるほど。いや、これなんでだろうって思ってさ、いろんな人いるから、日本サーバーに。いや、俺はもともと日本語ができるからさ、ああ、ここで少しやってみようかなと思って作ったんだ。あ、そう、それも気になった。なんでそんな日本語できんの？ いや、中学生の時、アニメを4時間から見たんだよ、1日に。あ、アニメで覚えんだ。いや、そうだけど、いや、俺、日本人と言ったら、いや、普通にファッションより日本人じゃねえと思ってるんだ。アニメがすごいんだなぁと思ってるんだけど。いあ、や、じでゃあ。も問題はね、俺読めねえんだよ。なるほど。文字は読めないんだ。文字読めねえよ。ああ、じゃ、聞き取りだけできるんだ。そう。あ、話だけ。へえ。でもいいじゃん。だって文字だけできる人より話せた方が得でしょ。ああ、そうだけど。いや、俺、なんかね、例えばね、このようになんか、あ、そっか。読めねえんだ。こんなものやって言ったら、こいつ、なんのけれ、なんと思ったらさ、例えば、ベインがやばいよ。これはどう見てベインなんだよ。多分、だったら、この辺ばっかり出るからさ、この辺だか、知らねえんだよ。読めねえからが。じゃあこのさ、下のさ、爆発花火瓶は読めんの？いや、完全に読めねえ。俺、これも出れねえ。読めねえ。ただ、これ自体読むね。じゃあさ、どうやってそのキャラの名前は覚えてるの？
これ、キャラの名前？そう、例えばさ、今言ったベインとかさ、アジールとかのキャラクターの名前。普通に、いや、俺、141レベルやからさ、1う回くらい全部やってみたんだよ。ん。全部。うん。うん。そして、俺、韓国でも少しずつやるからさ、うん。覚えるしかねえんだ。あ、じゃあもうそこは、頑張ったんだ。普通にやったら少し覚えるんじゃない？ちょっこれ全部見たら。あ、まあ確かに、それはあるかも。でも俺今、